はい、パパレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車で行こう旅情編やっていきたいと思います。じゃあサイコロ転がして6か6じゃちょっとダメだ、1、パサ。出発進行ピーで、藤沢鎌倉間。まあこういう停車駅となっております。ドアが閉まります、ご注意ください。で、左、出発進行、圧力よし。次は石垣、アナウンスを受けて、石垣です。10キロを制限25。まあこういう感じかな。制限25。でここが下り坂になってね、ちょっとスピードが出ちゃう。で解除してまたスピード上げて、こんな感じかな。制限解除。アナウンスを。まあこういう感じで、これちょっとかな、ブレーキングがわかんねえんだよな。まあこんなガッチャガチャやるもんじゃないと思うんですけど、8、7、6、5、4、3、2。でこっちか。で扉左か。右側人が歩いてる。何キロまで出して倒せばいいの。35、40キロ。あ、40キロで出せか、出せ。走行して、まあこうやってゆっくりね、出せ出した方が風景も楽しめていいんだけどね。あ、もうか。柳小路です。早い。お出口は右側です。かっこいいすげえ。あ、ここ女子高生多いんだ。柳小路ってこんな人多いんだ。3、2。停止位置くる。次が鵠沼。出発進行、圧力よし。鵠沼、鵠沼です。そっか。まあこういう感じで前方進行。柳小路ね、女子高生が多いんだね。近くにあんのかどうか。柳小路だか綾小路、君まろっていうのもいましたっけ。綾小路、騎士団の綾小路、騎士団のボーカルの人も綾小路じゃなかったっけな。場内進行、圧力よし。信号停止線、制限20。
ういう感じか。クゲ沼です。お出口は右側です。制限20。でもあれでクゲ沼って読むの？一回じゃ読めない。最初じゃこれ読んでくださいって言ったら読めない。ただ時間があってな。あ、え、マジか、失敗した。余計なことやっちゃったよ。ああ、まあいいか。ああ、再加速限定だ。湘南林海岸公園。進行圧力よし。次は湘南海岸公園。湘南海岸公園です。通話を走ってるなってから扉が閉まるはずなのに、扉閉まってから発車ベルが鳴るんです。制限20。ゆっくりですね。ゆっくり走らないと。制限解除まであと 100m。 まあさっき早く着いたから、まあちょっとゆっくりでもいい、ちょっと遅くてもいい。制限解除。制限解除。感じで達成走行して、駅が見えない。まだか、まだか。曲がったところに駅だったか。まだか。この辺か。お待たせいたしました。湘南海岸公園。湘南海岸公園です。湘南海岸公園。お出口は左側です。電車とホームの間が広く空いておりますので、降りの際はお足元にご注意ください。こんな感じで、まあこういう感じかな。1、7、6、5、4、3、2。あ、また早く着きすぎる。江ノ島。制限25です。まあこんなもん。あ、ここは隠し警笛なしか。制限25。制限25。あ、制限解除。江ノ島。うん。しけてよ。長い。あ、そっか、ここは解除。停止。停止。信号待ちか。進行。まあ早く着きすぎてたからか。ここは警笛。江ノ
江ノ島です。お出口は左側です。制限20。オッケー。ここは壁か。ダメってことはないだろうけど。4、3、2。あ、停止1くらい。あれ、腰越え。お待たせいたしました。玉ねぎ次は腰越えです。次か、制限15か。すごく近いなスピードで、制限15な感じ。制限15で警笛鳴らして、ここがゆっくり通るんですからね。まあこういう感じ。で電車接近は解除。制限解除。まあ20キロくらい行けば大丈夫かな。またちょっと落ちたら20キロにして、ああいう左側に歩道、左側のタイヤに歩道に引っ掛けてね、右側のタイヤに道路っていう、ああいう止め方はあります。まあ本当はね、ああいう止め方しちゃいけないんです。だって今の右の車も歩道完璧に塞いやってますから。まあ20キロ行って、腰越えです。お出口は左側です。電車と歩道の間が境界しておりますので、お降りの際はお足元にご注意ください。10キロ維持で、まあこういう感じかな。ちょっと7、6、あれこれいけるかな。再加速減点かと。次が鎌倉港。発射圧力よし。次は鎌倉港口前。鎌倉港口前です。制限25。調子が悪いね。右か。まあこういう感じで、ちょっとして制限解除。まあでもう少し。ああ海が綺麗ですね。制限解除。40キロまで加速。
姫とかはいないんですね。もう海しかない。でここでブレーキで鎌倉高校前、鎌倉高校前です。お出口は左側です。あ、この辺でブレーキかけていいの。まあこういう感じで9、6、5、4、3、お、停止位置くんと。あ、いいね。次が七里ヶ浜。車走ってる。七里ヶ浜、七里ヶ浜です。で、40キロまで出せそうか。場内進行、圧力よし。制限20。こういう感じか。停止。制限20。まあこういう感じかな。あれ、もうちょっとかな。17、6、5、4、3。ちょっとかな。あ、オッケーだ。大丈夫。はい。出発進行、圧力よし。これはイベントじゃないんで。まあこの路線遊べば必ず起こる。最高電車待ちイベント。制限解除で、制限解除で、どこまで飛ばしていいかな。これは踏切じゃない。踏切じゃないんだ。七里ヶ浜、七里ヶ浜です。お出口は右側です。で、まあこういう感じか。急にホームが見えるから焦る。3、2、1、次が稲村ヶ崎。発射、圧力よし。次は稲村ヶ崎、です。制限20。20キロか。制限にずっと制限20が続きますね。制限解除。制限解除後は40。こんな感じかな。これは踏切じゃない。車止まってるね。
件にしまたにし制限、まあカーブかかる。まあこういう感じかな。また制限20がある。制限解除。どこまで加速したらいいか。遠方注意。前方注意っていうのはちょっとあかん。場内停止。また停止か。場内進行圧力よし。で制限値あまり飛ばしすぎもダメってことか。あれまだか。稲村ヶ崎、稲村ヶ崎です。お出口は右側です。制限20。制限20。感じかな。19432。まあこういう感じ。おお96って。極楽寺。出発進行圧力よし。鎌倉行きでございます。制限20。次は極楽寺。極楽寺です。で制限解除。制限解除。制限解除。制限があった。止まったね。速度制限多いから結構。制限25。遠方進行。まあここから制限25がある。感じかな。これは踏み切りか。遠方進行。制限解除。制限解除。まあこんな感じかな。35キロまで。そして蛇行。時間もう行ってきた。早い。極楽寺です。お出口は右側です。ちょっと早い。5432。はい。で右か。99か。次が長谷。出発進行。次は長谷。よし。長谷です。警笛鳴らす。どん
メル出た後もなんか警笛鳴らす。はい、チェックよく。で、ここで警笛鳴らして、信号停止。制限20。まあこんな感じ。派生です。お出口は左側です。制限20。一回鳴らせばいいのか。一箇所踏み切りがあった、面倒だなあ。これはちょっとスピード落として、6、5、4、3、2、1。はい、ああ、99以上増えないからね。次が由比ガ浜。ああ、停止か。ああ、また違う種類の電車ですね。はい。お待たせいたしました。鎌倉行きでございます。制限20。次は由比ガ浜です。制限20。ここは警笛か。制限解除。制限解除。制限3。いや長いなこれは。制限解除。長いって言いつつね、飽きずによくやってるよな。あ、制限解除。まあ40分。あ、もう駅じゃん。でしたか。まあこういう感じでちょっとね、速度としていって、6、5、4、3、2。はい、で次が和田塚か。和田塚です。何キロまで出せばいい。まあこんな感じでいいのかな。結構短いからちょっとスピード落として、もうちょっとスピード出して、まあこういう感じかな。こう来て、5、3、2。はい、次が鎌倉。
終点鎌倉。次は鎌倉終点でございます。横須賀線ご利用の方はお待ちください。何キロ40キロで脱線走行。まあ脱線走行が一番楽だよ。まだ先がな、制限20があった。場内進行、圧力よし。まあ、こんな感じで。制限20の予告が出たら、弱めのブレーキで制限15です。まあこういう感じか。制限15。まもなく危ない。アナウンス忘れるとこだ。鎌倉でございます。お忘れ物落とし物なさいませんようお降りください。江ノ電をご利用いただきましてありがとうございました。忘れ物なさいませんようにってね、アナウンス忘れてね、忘れそうになってる。8、7、6、5、4、3、2。はい、まあ、こういう感じですね。終わったね。なんかミスしたっけ？なんかほぼノーミスだったような気がする。おう、おう、ああ、799点か。ああ、信号。やったー！お土産、関連商品の写真が増えたー！ああ、すごい。ああ、また自己記録か。まあ、こういう感じで。で、エンディングですね。常務、お疲れ様でした。
まあ、あとはセーブして終わり。はい、といったところでこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。